企業の販路の拡大を支援し、地域の活性化につなげようと、大規模な商談会が桐生市内で行われました。このビジネスマッチングフェアは、桐生信用金庫や桐生市、太田市などが毎年開いているもので、今年で13回目です。今回から緑市も加わり、7団体での共同開催となりました。去年は新型コロナウイルスの影響で中止になりましたが、今年は入場制限をしたり、ブース同士の間隔を広くしたりするなど、感染対策を取って2年ぶりに開催されました。今回のフェアには、県内企業を中心に建設業やサービス業など、さまざまな業種の132の企業が出展しました。このうち測量や設計などを行う森エンジニアリングでは、ドローンを使った最新の測量法などをアピールしていました。新しい技術に皆さん興味を持って、いろんな商談の機会をいただく形になっております。いろんな企業と力を合わせて地域全体を盛り上げていけたらなというふうに思ってますので、そういった思いで参加させていただいております。会場には個別の商談ブースも設けられ、早速利用する人の姿も見られました。また共催する桐生市や緑市、太田市、館林市の物産コーナーもあり、訪れた人は地域の魅力にも触れていました。ビジネスマッチングをきっかけとして、その仕事を改めてその作り出して、で売り上げをこう増やしていくような取り組みがとても大切だと思ってます。それぞれの企業さんのところで新しい仕事がですね、増えていくことが一番期待されることですね。